FC まばりのカナイが行かないと。皆さんこんばんは、FC今治の課題がいかないと、パーソナリティの課題良一です。この番組は今治市に本拠地を置く FC今治の課題が楽しく、選手やスタッフ、参加ゲストをお迎えしてお送りするハチャメチャでラフな番組になっております。前回は三門選手、背番号50番三門優太選手に出ていただきました。まあ、三門選手、まあ、キャプテンとしての話、プライベートの話、もろもろ盛りだくさんでたくさん話してくれました。まあ、今シーズンにかける思いっていうのもキャプテンとして人一倍持ってるなっていうところはもちろんそうだと思うんですが、持っているなという意味を改めて感じました。前回の放送を聞かれてない方は FC 守り YouTube チャンネルからご視聴ください。さて今回もゲストをお招きし、わちゃわちゃと進めていきます。じゃあ本日のゲストお二人来ていただきます。背番号15番阿部亮太選手、よろしくお願いします。お願いします。もう一方、背番号24番竹内優里選手、お願いします。お願いします。これ今日なんで二人体制かっていうのは、前回の放送は三門選手でしたが、ちょっと収録の順番がちょっと入れ替わって、その前に久住選手と白井拓也選手出てもらって、バッカンの振り返りみたいな話なんですけど、まあちょっと後半どうやってみんなとラジオ進めていくかなーっていうので、ちょっと2人体制も含めてね、ちょっと今検討してて進めているというような感じで、今日はこの2人に来ていただきましたが、2月か3月にそれぞれ出演していただいて2回目の出演ということで、当時話いただいたのは、2人ともなんか同級生だから、新卒で同級生だから仲いいんだ、2人で一緒にいること多いんだって話してました。あれから約半年経ちましたが、ほんまにそもそもほんま仲ええんかみたいな話も掘っていきたいと思いますが、阿部さん、阿部選手、はい、どうですか。そうですね、やっぱ同じところに住んでるっていうのもあるので、はいはいはい、正直その仲いいっていうのはまあ、全然変わってないです、ね、変わってないな、仲いいんだ、変化なし、変化なし、はい、ゆうり選手はそんなに多分何も変化ない、変化ないと思います。そんな変化ないやん、変化ないっすね。なんか当時、いやほんま阿部ちゃんちょっと最初こうやったのになんかこうなってきたやんみたいなとか、お互いに最初なんかちょっとやっぱ猫かぶってたなみたいなとか、あんまない、一緒、変わってないっすかね、あんまりない、最初のまんま、じゃあもうずっと一緒におるんや。そうっすね。めっちゃ仲いいやん。もうなんかちょっとあの某メーカーのあの T シャツなんですけど、今日あの4階のこのコンテナハウスに今収録してますが、8月21日の収録で22日放送ですが、お願いしますって入ってきてくれた時、服装一緒やん。ラジオでは伝わりにくいので、まあ、YouTube でもあの見ていただけたらと思いますが、 T シャツもなんか T シャツ短パン一緒やんみたいな、 T シャツどころなみたいな、全く一緒。世の中に T シャツどれだけあると思いますかの中の一緒、デザインも一緒、合わせてるやん。いや、何も言ってないんですけどね、俺は。なんか勝手に勝手に、はい、さっき来たのは阿部ちゃんの方がやっぱ来たね、最初に。そうですね、見つけたな、阿部ちゃん、それの方が早いっすね。そうなん、はい、え、いずこうだ、これですか、うん、これ多分去年の夏とかっす。ああ、はい、それは確かに俺の方が遅いっすわ。普通に今年買いました、ね、なるほど、全然遅い遅いさすがだ、遅い、遅すぎます、遅すぎだ、全然。いやー、それぐらいなんか仲いいや、もう合わせてきたんちゃうかなっていうぐらいずっと一緒におるからこそ合わせてきたんじゃないかなみたいなのが仲の良さを感じましたが、まあほんまに仲いいと。そうですね、2人でどっかお出かけとかは。いやもうしょっちゅう飯とか温泉とか。あ、行くんや。は行ってますね。はい、え、それ2人加えて誰かが一緒に行ったりとか。基本2人、まあ
たまに健信くんとか源太くん、健ってどこでも顔出すな。が多いっすね。あ、そうなんや。赤いな。風呂、飯ってまあ日常のまああるまあルーティンじゃないけど、はい、食事取るし風呂も入るんだけど、はい、なんか休みの日にちょっと遠出しましたとかちょっと買い物行きましたみたいな。一回広島に行きましたね。おお、二人で。はい。なんで？いやちょっと買い物しに行くかってなって、うん、なんか広島にアウトレットがあるみたいなの聞いたんで、はいはいはい、そこ行って、あとなんか市内のなんかちょっと栄えてる、うん、でも、うん、なんか人が多いところ、久々歩いて、人が多いところね。わーってなりながら、まあ、でも日帰りで帰ってきましたけど。あ、そうなん。それは一回行きましたね。はい、で、これ似合うやん、あれ似合うやんみたいな、どうみたいな。そうですね。まあでも意外とアウトレットとかも行きたい店が思ってたより、うん、あんまなかった。そうですね。お互いそういう趣味は合う服の、まあ同じ服着てるから、まあ合うかもしれない。どうなんですかね。まあでも系統合うんじゃないですかね、うん、ああ、そうね。なんかなんて言うんだろう、シンプルっていうか、うんうん、黒 T とか、うんうん、俺も黒 T めっちゃ持ってるんですけど、うんうん、なんかそういうのめっちゃ被ります。なるほどね。だからよく言われるんですよ、そういうなんか一緒やん、ね、2人とも真っ黒とか。なるほどね。よくフックンとかめっちゃ言われるっす。ああ、もう一緒やんみたいな。ドレスコードなんみたいな。クロティードレスコードさ。毎日練習で、はいはい、そう、めっちゃ言われるっすな。そう、でも世の中にそんな黒 T も白 T もある中で同じメーカーと同じ型の着てるやつってあんまいいんだよな。そうっすよね。なんかちょっと塊恥ずかしくなりますけど。だって数多く T シャツ持ってるわけでしょ。そうっす、まあまあまあそれなりにやるんでしょ、はい、今日それ被るみたいなのある？回してやん。いや、なんか色合いとか一緒の時は多いっすけどね。あ、そうなんや。仲いいな。似るんかな、やっぱり。似てきたな、もともとな。それでも なんかどっちかがいや、こいつ俺に寄せてきたなみたいな。いや、でも最初から多分こんなっすね。マジ仲いい、はい。仲良くなるべくして仲良くなってる感じだな、じゃあ。そうっす、あんま変わってないですね、最初から。なんか言い合いしたりするの？そのサッカーの話とかもプライベートでして。いや、言い合い、これお前こやでみたいな。いや、言い合いとかはないっすね。あの時のあれ、あの時のあの先輩のあの態度どうみたいな。そうなんですよ。あ、でもなんか、なんだろう、最初の方とか、うん、結構言われてることが似てるじゃないけど、練習中とか、はい、だからそれはなんか、うん、共感しちゃって、はい、それはなんかたまにありましたね。ああ、なるほどね。言われたみたいな。俺も言われたよ。そう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 。そういうのはありました。なるほどね、はい、まあ最初はな、はい、いろいろ言われる。まあ、チーム合流してもうだいぶ1月末から合流してるとしてももう7ヶ月ぐらい経つわけですけども、はい、もうチームには馴染んで自分の色も出せてる感じですか、ゆうり選手、どうですか？そうですね、もう馴染んではいるんで、うんうん、自分の色をめちゃくちゃ出せてるかって言われたら分かんないですけど、うんうん、まあ、それなりには出せてるかなと思います。阿部選手はどうですか？そうですね、出せてると思います。あとみんなすごい優しいんで、うんうんうん、出しやすいっていうか。なるほど。なんかこう遠慮せずに、あ、いけるんだ。いろいろできるところがあります。まあ、自分を出せてる出せてないかでいうと、まあ今日質問もたくさんいただいてますが、まあ今治感謝祭、7月末にやりました今治感謝祭、これ冒頭で、まあ、社長の矢野から、あ、ピッチで活躍してる選手もいれば、まあ、いればというか、まあいるんだけども、まあこの今治感謝祭で自分の色を出す人もいるだろうみたいなコメントもらった中で、阿部ちゃんが自分出してきたなっていうのはいろんな人からあの話もらってますが、なんか手応えあった？手応えですか？手応えどうですか、ね、でも どうそのまあ振られるやろうなとか、はい、ちょっとそ、うん、自分こうなんていうか、表現っていうか、おもろいことやったろかなみたいな、はい、そういうのもなんかあった、使命感的なのもあった。いや、使命感っていうか、まあ、まあ振られたりしたら全然もう
いきますよ。はい、全然ふざけたろうみたいな感じでしたね。え、ユーリはなんかそんな出番というかあんまりなく、それはでも振られたら行く準備は全然全然それはできます。振られたら行ける言うてたもんな、はい、何でも行ける言うてたよな。振られたらそのやらんくてしける方が嫌なんで。ああ素晴らしい、関西の魂持ってるやつそうやんな、はい、そういう意味では阿部ちゃんがちょっと先陣切ってグアいてんのはちょっとおい俺はみたいな俺まだ回ってきてんけどみたいな。いや、ま、回ってきてないとは思わなかったですけど、うん、結構かましてるないやちょっとパスくれよみたいな。もう、はい、そうやんな、分かって、なんか行きたい人もおれば行きたくない人もいるやろうけど、二人ともこう来たら行ける感じですよね。いやそれおもろいわ、阿部ちゃんがあそこまで行けると思わなかったってめっちゃコメントもらってるし、まあ達也のその全部の勝負ごとに阿部ちゃんをあてがってきたのは、はい、まあ彼のそのマネジメント力がそうですね、そうですね、あったのかもしれないから、いやすごいなんか盛り上がったかなと思いますが、そのファン感は どうでした？ファンサポーターと触れ合う機会もあんまり多くない中かもしれない中で、はい、そういうイベントを振り返って阿部ちゃんどうでした？そうですね、まあ自分がいろいろふざけてたのもあって、うん、まあ、まず楽しかったのとまああの時すごい暑かったんですけど、ね、なんかすごい人数、うん、暑い中来てて、ね、すごい見てる側も盛り上がってたんで、まあ、なんかすごいありがたいっていうか、うんうん、やってる方もすごい楽しめたので、すごい感謝してるところです。なるほど、はい、ユーリ選手はもう素直に楽しかったですね、うん、ファンの人と、まあ、初め2人で着付けみたいな着付け写真を撮るみたいなのをやってたんですけど、まあその一組の方来てくれた後はもうずっとなんかあの部屋の中で涼んでただけですからでもほんまに楽しかったです。なるほど、まあ、あんまりねクラブ、まあ、あんまりというかクラブとしてもあの大きくできるイベントそんな限られてるけど、まあ、ああいうイベントはファンサポーターの皆さんもそうやし、新しく応援したいなと思ってくれる人もそうやし、そういうのが集う場所なんで、あのみんなが選手をはっちゃけてくれてスタッフ側も良かったかなとあの思ってますし、なんか熱中症もあんまり出なくて済んだからまあ良かったかなと思うけど、まあ暑かったな。暑かったっすね、マジ暑かったよな、うん、そっからでもオフ挟んで、練習戻ったと思いますが、オフとかはどっか行ったりはあるじゃん。それは特にしてないっすね。今までいたんや。はい、初日病院があったんで、あ松山行ってぐらいっすね、うんうん、まあでも光くんと飲みに行きました。あ、そうだよ、はい、あるね、それ以外はもう出てないっすね。なるほどね、ユリ選手僕はあの神戸の方帰って、うん、で何あけど甲子園見に行きました。マジ？はい。あ、出てないんけ僕は。いや、あの甲子園ってあれです阪神対巨人の試合を。ああそういうことか、あ、そうか、あの時期は甲子園じゃないかな。そうそう、野球好きな。いや、なんかチケット取ってくれたんで行こうかみたいな、行こうかなみたいになって。え、どう？めっちゃ盛り上がった。平日？平日でしたけど、なんか100周年、甲子園100周年の2日前ぐらいやったんで、めっちゃもうず満パンパンで。あ、そうなんや、はい、超暑かったっす。阪神巨人とかも伝統の一戦、ね、そうっす。野球とか興味ない？でもマジで知らないですねWBC とか見てましたけど、あ、阪神知らないの？あんま分かんないですあのランディーバースが知らない。いや、それ知ってんのまずランディーバースが知ってます。それ知ってんじゃん、もう阪神知ってるわ。あ、知ってます。ランディーバース出てこうへん俺の時代より上やそうなんですか。そう、なるほどね。まあ休みにね、今森から出てないんや。出てないっすね。あれ実家どこって言ったっけ？実家は宮崎っす。あ、宮崎か。はい、そうか、大学も関東やし。そうですね、どこ行くかわからんからちょうど間おったんや。はい整ってました。まあ今シーズンね、あのシーズン1年目ということで、
2人の試合の出場も、阿部ちゃんもデビュー6月8日、はい、まあいろいろ怪我とかもあったと思いますが、アウェーで琉球戦、はい、どうでした？琉球戦そうですね、なんか出る瞬間とかはすごいなんかワクワクしてました。もちろんその J リーグ憧れの舞台だったっていうのもあるので、うん、ワクワクしてたんですけど、まあ、入ったらもうすごい夢中になってたっていうか、うんうんうん、なんかそういう余計なことは全然考えてなかったですけど、ね、はい、まあ、楽しくというか自分がやるべきことはなんか緊張がちがちできなかったわけじゃなく、そうですね、普段通りできたんですね、はい、なんかデビューして誰かから連絡もらったりとか自分からこういう方々に連絡したみたいなのは、は、まあ大学の同期とか、うん、まあ、それこそ高校の同期とかはまあ連絡来ておめでとうとか、うん、まあ、自分はその大学の監督と小学校の頃とかにサッカー教えてもらってた人には電話しました、うん、なるほどなるほど、はい、そういうのできるんや。そうですね、なんか電話したくて電話しました。なるほどね、はい、いや、まずはあのデビュー、まずはここからやと思いますが、まあゆうり選手はデビューが4月とか4月とかです。宮崎、はい、この時は緊張とか、これもゆうり選手途中から出た、途中からです、緊張とか、そんなあんまり、いや、まあ、けど勝ってる状況だったんですけど、ね、1点差で、うん、で、まあ、なんていうんですか、ちょっと守備固めじゃないですけど、うんうん、入ったんで多少は緊張はしましたけど、うんうん、もう結構行くぞってなってからが早かったんで、はいはいはい、まあ、もう考える時間もなかった、はい、考える時間もなかったです。それはなんかデビューして誰かに連絡したりとか誰かから連絡もらったりとかは、あ、けど連絡は結構いただきましたよ、それこそおばあちゃんとかは本当に毎試合僕がベンチ入るとか入らんとか関係なく連絡をくれるんで、おばあちゃんはそうですね、めっちゃ連絡来ました。なるほどね、はい、嬉しいな、はい、いいっすね。まあそこから優里選手は10試合ぐらいプレー、はい、とか試合出てて、どうっすか、なんか今ちょっと中断明けからは試合には絡んでないんだっけ。そうですね、中断明け、はい、でもこの試合出てる時はどうすか、なんかもうだんだんこう J3 の舞台とかプロのリーグみたいなのに慣れてきてる感じ。まあけどそのなんか試合出るごとにやっぱ自分のなんかもっとこれできるなとかいろいろ見つかっていく中で、うん、やっぱ足りない部分とかも結構はやっぱ日々練習とかも試合とかでも感じることがあったんで、うんうん、まあ、いいっていうか、まあすごい充実してはいましたね。なるほどね、いいっすね。まあまだまだ1年目、まあ1年目ね、大卒1年目ってまあなんだ即戦力って見られるけども、ここからまたね皆さんの2人の活躍期待をしてますということで、ちょっと質問もいくつもいただいてるんで質問いきたいと思います。ラジオネームクミさん、一番上に書いたな、私はアベベを一番応援します。アベベって呼ばれてんのや。呼ばれてますね、この子には。あ、そうなんだ、はい、誰かわかんねやん。あ、わかります、わかります。アシスタントでたくさん活躍するところみたいです。アベベはもらって嬉しいプレゼントは何ですか。仲のいい選手は誰ですか。アベベ大好きです。これ、あの打ち間違いでベイ1個多いから、ね、アベベ多分違いますね、違います、合ってます、合ってます、ね、はい、一番応援してると、なんかもらって嬉しいプレゼントなんですか。T シャツでいいですか。いやいや、違います。違います。でもなんかこの子から、うん、その誕生日の時に、うん、なんかスタバのカードをもらったんですよ、うんうん、なんか手紙書いてあって、はいはい、嬉しいね、お小遣いちょっと貯めて買いました、うんうん、マジ小学生なんですけど、それをなんか貯めて買ってもらって、それはめっちゃ嬉しかったっす、ね、それは嬉しいよな、はい、小学生でしょ、はい、小遣いからでしょ、はい、貯めて買ったって言って、何ちゅうことさせてるわけじゃないんだけど、はい、そうね、すごい、それはめっちゃ嬉しかったっすね。仲のいい選手は誰ですか。はまあ優里健信くん、源太くん、なるほどね、あの上の方だとまあ哲くん、斎くん、ふっくんとかも、うん、はい、仲いいっすね。なるほどなるほど、優里、はい、選手はちなみに
もらって嬉しいプレゼントされたら何ですか？もらって嬉しいは、まあ、基本本当もらうことはめったにないんで嬉しいですけど、うん、それこそまあスタバのあれとかはチケットっていうか何とかはもう多分みんな嬉しいよな。嬉しいです。嬉しいですよね。え、中野井選手は？ほんま中野井選手も多分ほぼほんま一緒なん、全部一緒やん。もらって嬉しいプレゼント一緒やろ。中井選手一緒やん。中井選手そうっすね。T シャツ一緒やし。髪型も一緒や。全然違う。全然違う。ちょっと違う。はい。なるほどね。じゃあだから2人仲良くてそれにみんなでこうさっき名前で上がった選手と一緒にどっか飯行ったりとかするって感じですね。はい、いいっすね。じゃあちょっと続いてラジオネームともさんから、ゆうりくん試合の時のピッチ内練習が終わってロッカールームに戻る際にピッチに一礼していますよね。そういう選手あまり見たことがなくて印象的でした。素敵なディフェンスになってください。今治には慣れましたか？阿部ちゃんとどっか行ったりしましたか？尊敬する先輩いますか？質問いただいてます。ありがとうございます。ピッチ内練習が終わったら一列目。いやなんかピッチ出るときに、うんうんうん、なんか高校のときに絶対礼して出たりしてたんで、多分大学のときもなんか監督が練習終わってピッチに一列して帰ってたんで、うん、あ監督がですね、なんかあいいなと思ってやってます。じゃあもう入るときもやって、出るときもやるみたいな。そうですね。なるほどね。それも入る出るがもうほんまに多すぎたらほんま大変やな。その時は多分なんか飛ばしてるかもしれない。まあでもあの区切りでやる時はちゃんとやってるって感じですね。ああいいですね。今治で尊敬できる先輩いますか？いいけどほんまにみんなめっちゃ優しいんで、うん、けどやっぱりロッカー近い人とかはよく話したり、ディフェンスの選手とか先輩の人とかはやっぱりよく話すことが多いんで、はいはいはい、ロッカー近いだったら、まあ、ミカさんが隣なんで、ミカさんとか試合の練習試合とか、うん、その日の練習のこととか話したり、うん、結構やっぱりいろんなことを教えてくれるので尊敬します。うん、いいね、なんか隣そういうベテランの選手だったらね。阿部ちゃんは横誰の？横はテス君と聞いたんですよ。はいはい、ああ、はい、アドバイスもらったりとか話したりとか。サッカーの話はしてない？そうですね、サッカーの話はしてないですね。なんかいじられることが多いです。ああそういうことね。可愛がってもらったよな。はい、なるほどです。じゃあ続いてラジオネームプアさん、今治でおすすめのお店ありますか？2人とも今治飯行ったりはするんやな。しますね。なんかおすすめありますか？どうですか？食べるって食べるのでもいいし、飲むでもいいし、なんか買うでもいいし。食べるのはまあ、あの定食、うん、であのフードって、フード、うん、あそこはなんか玄太君に教えてもらったんですけど、はいはいはい、あそこはなんか結構好きですね。ああそうなんや、はい、何が好きなんですか？何が好き？なんか日替わりじゃないですか、うんうんうん、あそこ、うん、それでなんか俺がなんかブリかなんか照り焼きかなんかとか、うんうんうん、あれはめっちゃうまかったっすね。はい、ゆり選手一緒ですか？一緒でいいですか？一緒でお願いします。ブリの照り焼きでいいですか？帰ろうよ。なんかおすすめ、おすすめっていうか行く店、よく行く店とか。あ、けどこの前ほんまにあのモア山田の上にあるイタリアのところは3回目ぐらいですけど行きましたね。で結構美味しいです。美味しい、美味しい。え、どこ行ってんの？たまにです。たまに、たまに。ラジオネーム、じゃあ続いてミーコさんから、オフに2人でここ行きましたの仲良しエピソード、そのアウトレットの話ありましたが他あります？2人でってことですか？仲良しエピソードでいいよ。
どこがいい？仲良しエピソード。あ、けど、ある。仲良しじゃないですけど、お母さんに言われたのは、うん、そのほんまちょっと前のオフで2人でその打ちっぱなしのゴルフ行った後に温泉行って、うん、でまあご飯食べて、うん、そっから2人でかき氷行って一つの2人で食べたんですよ。しかも結構おしゃれめなとこでそこにお母さんとかも行ったらしくて、ここに男の子、男2人で一つのかき氷食ってる。お母さん誰の子？自分のお母さん。あ、自分のお母さんです。で話した時にかき氷を1人、あの2つ、2人で食べてんのはだいぶだいぶちょっと心配、心配中やもん、1日フルコースやな。で打ちっぱなし行って飯行って風呂行ってみたいなの、でかき氷食うてデートやそうっすね、デートプラン。確かに。え、ゴルフするんやっけ？あ、阿部ちゃんしてたやんな。まあそうっすね、できてはないですけど意欲だけは意欲だけは高いっすね、俺。え、ユーリ選手もやる？いや、その回ったりしたことはないですけど打ちっぱなしは何回か行ったことあります。なるほどね。そのみんな選手ストーリーズ上げてたけどゴルフ行きましたみたいな。え、いたっけ？いや、俺も行ってないです。あ、行ってない、はい、で、阿部ちゃん行ったよね。はい、行きました。楽しかったですか？まあ楽しかったっすね。まあきつかったっすけど。きつ、走ってるから。はい、はい、朝から。カード乗ってないの？もうずっと歩いてました。まあすごいね。え、やっぱやりたい、上手くなりたいみたいなのあるの？あ、思いましたね。あ、そうね。なんか最初、まあ、ま、ほぼコース通して全然ダメだったんですけど、うん、1回だけフックンのドライバー使って、うん、フックンにめちゃめちゃ教えてもらって、うん、最初打ったらめちゃめちゃ飛んで、その時に初めてカート乗れたんですよ。初ね、はい、初カートね。カートこんな気持ちいいんだみたいな。上手くなりてって思いましたね。そう、まあ、カート乗れたら上手くなりたかったな。そうね、はい、お、ちょっと時間が時間なんで、ちょっと後ほど YouTube でということで、プレゼントですけども、ラジオネームプアさんとミーコさん、お二人になります。おめでとうございます。またね、ぜひ二人にはラジオ出てもらって、その後の二人の話をまたまた聞いていきたいなと思ってますんで、今後もよろしくお願いしますということで、本日のゲストは、背番号15番阿部亮太選手と背番号24番竹内優里選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゴルフの続きですが、え、ユーリも行きたい、上手くなりたいみたいな、そうでもない？え、それならどっちが行こうって言ったの？俺が言いましたね。あの、その回った後に上手くなりたいからって言って、うん、一緒に行きました。あ、そういうことね。それなに、クラブとかどうするの？借りてない？あの、借りれるとこに行きました。あー、そういうことね、はい。買い出したらもう大変やね。でもなんかタカさんからもらいました。うん、お、マジ？ドライ、でもドライバーとパターだけもらって、うん、まあ、また家でちょっと探してみろわって。タカさんうまいって聞くよ。あ、そうなんですか。うん、うまいって、いや今やってるかしらんけど。はい。カードは取れんけど、はい、もうそれこそ思うんですよね。取れなかったとしてはあるかもしれない。じゃあちょっと続いて、
ラジオネーム今治どうでしょうさんから、竹内選手、阿部選手に質問です。これは欠かさずやっていることはありますか？後半戦始まったばかりですが頑張ってください、応援しますというメッセージです。これは欠かさずやっていることありますか？なんかルーティーンとは言わず何かやっていることがあったらどうですか？欠かさず休みの日は2人でかき氷食うとかでいいしやってないですね、それは やってないですね。日常的にってことですよね、うん、日常とか、まあ、練習前にこれやるとか試合の時はこれやるとかでもいいし、日常的にやってることでもいい。そうですね、まあお風呂上がりは絶対ストレッチしますね。うん、なんか特殊なストレッチだったりするんですか？自分こだわりのこれからストレッチするみたいな、例えば分かんないけど。あ、まあ流れはありますね。 あと多分人によって違うと思うんですけど、自分は試合の前日はあんまりしないですね、ストレッチ。あ、それしないんだ。ほぐしすぎるのがあんまり好きじゃない。好きじゃないってことね。実はあんまりないです。ゆり選手は日常的には、うん、本当温泉行って、うん、ストレッチして寝る前にその日のサッカーのことをノートに書いたりしてるぐらいです。書くんだ、振り返りみたいな。もう振り返りをしてる日もあれば、うん、なんかもう今日全然あかんかったなで、もうブワーって自分の思ってることを書くとかの日もあります。はいはいはい、じゃあもう、それはいつからやってんの？たま、大学、高校とか大学たまにやったんですけど、うんうん、もう毎日は結構こっちから来てからですね、ちゃんと。いらっしゃる。ああ、そうなんだ。はい、知ってた？いや、知らなかったです。初めて聞いたっす。やば、知らんこともあるやん。うん、やっぱちょっと真面目なんですよ。ちょっとだけ。はい、試合前とかどうなの？なんかスタメンとか、はい、まあ、サブは分かんないけど、スタメンの時とか前日とか、はい、ちょっと緊張してるな、有利みたいな。いや、そうでもない。そんな前日から緊張してるとかない。見たことないっすね。当日とかもなんか普段ずっと一緒におるわけだからさ、はい、緊張してるなとか。いや、あんまりない。してるかどうか分かんないですけど、うんうん、見てたら前日にいつも通りな感じっす、うん、ああ、そう、はい。緊張してない？そうっすけど、あんま試合前日から考えすぎると、うんうん、ほんまに寝れへんくなるんで、うん、なるね、その、あの、考えすぎたら、はいはい、だからほんまにあんま考えてないです、その時。でも試合前でも、まあ、その日の振り返りを書くわけやんか。はい、その後もめっちゃ考えて寝れへんなみたいな。そこまで考えないです。そうね。なるほどなるほど、ありがとうございます。ちょっと時間も時間なので、まあ最後に、まあイカナの皆さん含めファン、サポーターにメッセージをいただいて終わりたいと思いますので、阿部ちゃんからいきましょうか。はい、まあそうですね、個人としてはやっぱり今怪我してて練習にも入れてないんで、まあすぐ早く怪我治して合流してチームのために動きたいっていうのと、まあ、チームとしては、まあ、今大事な時で次の試合もすごい大事になってくると思うので、まあ、しっかり勝って勝ちの流れに持っていけるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ゆり選手もお願いします。はい、本当この後半戦が昇格に向けて重要になってくるんで、このまあ大事な試合にしっかり絡んでチームに貢献できるように少しでも練習から頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひあの背番号15番と24番のユニフォームを着て皆さんスタジアムお待ちしております。阿部ちゃんもファン間では僕の中ではもう MVP あげてもいいんじゃないかと思ってますんでまあそれをまたピッチでお二人の活躍も期待してますんで引き続き頑張ってくださいということで、本日のゲストを改めまして背番号15番の阿部選手と24番竹内選手、ありがとうございました。ありがとうございました。手を振っておしまいです。